はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタード、レッド編の第3回やっていきたいと思います。クーロンにブラッククロス四天王のシューザーがいるみたいなので、今回はまあそのシューザーのところからやっていきます。で、クーロンの裏通りを通っていくことになると思いますので、まあ、その裏通りをね通りながら、裏ジャンク屋さん、なんていうの、あの重火器が売っているところに行って、あのメカにちょっと破壊光線をね、買ってあげたいと思います。まあ、お金が6000あって、まあ、ルーファスにリーサルもちょっと買ってはあげたいんだけど、そっちより先にまず重火器かなというところを考えてます。というわけで、トリニティからの横流し品、対装甲ロケットも攻撃力は高いんですけど、2発で命中率がいまいちでしょう。だったら50で7発の方がいいよね。破壊光線銃にしましょう。これを1つ買います。で、これを BJ&K アグニと変えて重火器、まあだいぶ上がんね、丈夫さが下がるんだ。まあいいや、よし、これでいきましょう。で、こっちよということで、こっちへ行くのか。なんか自然洞窟に行ってアイテムを回収したい気もするけど、まあいいか、こっち行くか。あ、で、ここ渡るんだ、楽勝でしょ。遅っ、何もできん。これどんくらい細いの？普通の人は渡らないよね。いや、遅いんだけど。特に何にも動かしているわけではなく。これ落ちたらどうなんの？もうどこ触ってんのよ。でかい。いいな、羨ましい。この上がシューザーの基地。ありがとう、役職の情報流だ。え？金あげたの？てか、いねえし。え、アリ、お前も来いよ。え、マジで金だけ渡して終わり？よし、ついてきた。もう金はないぜ。ここからボランティア。優しい。アニー復活。え、何？基地ってこんなとこなの？いや、ボロすぎだろ。いくらなんでも基地って呼べるか、これ。待って、何もなさそうだったからいいや。戦おう。こいつらこんなところをねじろにしてんだ。大変だな。破壊光線銃全体攻撃一回撃っとこう。二丁拳銃つけてるからね、火力は出るんだよね、なんだかんだで。940、いいね。お、烈風機覚えた。よしよしよし。こいつ硬いんだよね。まあ、その分メカ能力も高いけど、電磁活性鎧か。結構大量に仕入れたからな。いらない。何？なんか出てきた。オンボロのところがさらにぶっ壊れたぞ。大丈夫か？こんなところにさ仕込んでたの、サイクロプス。って言ってもまだシューザー戦じゃないかね。マグニファイ使えるじゃん。1バトル1回で15か。ちょっともったいない。技ポイントを回復させる手段がなかなかないからね。補修ハブレードはまあコスパで二刀十字かな。超弾5000、4000、いいね。スマッシュが若干弱いな。硬いのかこいつ。凝視は効かん。切り返してちょっとコスパよくいこう。長弾は打っておく、普通に強いから。てかデュエルガンじゃなくてアグニでいくか。やっぱ弾数が微妙だよね。移動十字、この2つのコンボが強い。剣が若干弱い。やばい、草薙が封じられた。長弾4か。行こう、もう一回行こう。長弾光線、いや結構強いなこの巨人。よし、2トレップ、
なんか知んねえけど覚えた。そろそろ攻撃に転じよう。ただの切り返し、切り返しだな。あ、なんかガードしてる。破壊光線1800。てか破壊光線マジ強いんだよね。普通の敵で2000くらい。ギャーギャラった。うちのアタッカーがインスタントキット。これどんくらい回復するの。300。これは297。ギリギリだ。遅そう。いや、いっぱいあるから使っちゃおう。うちの攻撃の要だからね、破壊光線。クソ、マジで勝て。かなりのヒットポイントを誇ってんな。草薙の剣はね、通常の草薙の剣2使うけど切り返しが0だから節約。いや、やっぱり武器の攻撃力で全然違うわ。単体攻撃しかしてこないからそこは楽かな。回復してればまあなんとかなる。インスタントキットも大量にあるし、あとこれがなくなっちゃうな。あと1個しかない。なんとなくそろそろ死んでほしいんだけどな。いや、まだ残るか。兄は179か。ちょっと回復薬に入るか。傷薬っていくつだっけ。あんまり使ってないからね。マグニファ1回使う。中5、1回使おう。最後だ。マグニファは別なんだ。別枠。破壊光線7800。火力は十分。不意打ち。げっ、なんか悪空間だ。って言うても、ただこいつらあれだしね、普通の戦闘員だしね。ちょっと一回全体射撃かますか。で、切り返しの切り返しでいいでしょう。雑魚だ。なぜ悪空間になったんだ。後ろから来ている。マジボロいよな、ここ。こいつは上登ってくんの。上は登ってこない。で、これなんだこれ。光ってんね。いや、でもこっちに行きたい。なんかある。なんもなさそう。いや、なんもないな。閉まってるし。ちょっと待ってね、ここはセーブしてから行こう。これあれなんだよね、技ポイントとかすぐ回復できる道具があるわけじゃないんで。ロマサカ2とかね、術種とか香料とか結構いっぱいあったんだけど。シューザー、このシューザー城を突破してきたことを褒めてやろうって。よく誇れるなお前。こんなボロや。ブラッククロスってやっぱ給料安いのかな。超ブラックっぽいよね、その名の通り。で、最初はデュエルガンの長弾を打つ。ケンさんどうすっかな。あんまりなんかこう強い技を今覚えてないからね。なんか覚えないかな。何も微妙だからな。恒例の長弾構成。あー、硬い。ロザリオインペリ、いきなりレッド。お前超強い。ゲッ、やばい、結構強い。これは強い。レッドちょっと回復に入りたくねえな。回復に入りたくないけど、ルーファスが重要だからね。で、治療パックもやっぱ使っとかないといけないから、火力の高いやつがちょっと回復に回っちゃうからね。切り返しの切り返しか。巨人より強いってことでしょ。おお、あ、ただ竜巻一人か。ルーファスが少しあれだな、技ポイントがなくなってきてるな。強力傷薬、いや傷薬でいいかな。
まずはゲンさんの方かな。で、治療はしておく。でもまた全体攻撃されるとね、一気に露天になるから。クロービット、あ、これなんか後で攻撃される系か。リトレップ強いんだか弱いんだかよくわかんない。128か、まあ持つな。ってことは一回ロザリオに入ろう。で、治療パック一発ね、かましといてもよかったかな。あの全弾発射みたいなやつ名前かわからん。ちょっと一発かましとくか。ロザリオ返し、解放者3人か。逆1200、あっけ、クロビットってそういうことか。なかなかやるな。げーひどい。え、どう、あばよ、残念だったな。待って、シューザー、あ、一人いっちゃった。これはアルカイザーか。逃げられると思ってるのか。誰だ。ブラッククロス四天王シューザー、お前の給料その安さでいいのか。そのために、そうか、犯罪をしてきたんだな。給料が安いから結局犯罪に手を染めちゃうんだよ。覚悟しろ。四天王のトップに上がってやるって、四天王のトップではないんだ。アルカイザーどんくらい、786か。見せてやろう、ロザリオインペール。3000くらいか。200、ゲッ。どうなの。本当はさ、なんか体術でさ、ヒーロー技とか覚えたいんだけどね。まあいいや、普通にロザリオインペールが強いし。100、もう一回打ったら回復するか。クロビット痛い。ちょっとここは強力引きずるせ。火炎放射で140プラス、いや結局マイナスだな。まあ430あるから、まあいいか。草薙の剣やっぱ取っといてよかったな。これは正解だった。レルガン33。俺の頭脳には、あ、お父様の脳が埋め込まれている。その割にはこいつアホだな。ボロいところをなんか城とか呼んでるし。てか400くらいの回復だと自利品だな。倒した。ファイナルクルセイドでいいの。ちょっとマークエルフなんかかっこいいな。どっか行っちゃった。シューザー。ファイナルクルセイドあれだね、これ。味方自分以外のヒットポイント回復、LP 消費値だから、生命の雨と一緒じゃん。でもヒーロー技だから、アルカイザーじゃないと使えないのか。まあ、一応セットはしておこう。で、そうすると、ロザリオ覚えたからデッドエンドはいらない。開けとかないといけないからね。ブライトナックルもいいか。2つ開けとけばいいんで。で、ディフレクトとか霞星眼とかは、ここら辺は防御技だから、まあ、持っておきたい。で、常に使っていく技としては切り返し。で、ボス戦になったらロザリオ。っていう感じかな。だと手に入れたのが、マークエルフ。あ、10じゃん。弱っ。25の5って微妙だよね。まあそんなところで、一応これを見るとね、なんかどこ行けばいいのかっていうのがある程度わかる。激突ブラッククロス四天王とか、クーロン新郎京マンハッタンを捜索し直してみようということで、新郎は多分ドールが仲間になったところだよね。あと京マンハッタンか。新郎は結構長そうだからな。ちょっと傷薬が欲しい。いくらで売ってんだ。あ、最高傷薬でも400円か。それなりだな。これ JP でしょ。技 P を回復させるものが欲しいんだよね。売っ
ってないけど、てかないのかな、今まで見たことないよね。5個くらいかと思う。でこれ安いな、まあ、1000円分くらい買っとくか。よし、ちょ金がもう400円しかないけど、じゃあこっから新郎へ行きますか。でも新郎は新郎でちょっと長期戦になりそうだからな。源さん流星灯欲しい気もするけど、今日ってなんかダンジョンあったっけ。そんなにダンジョンなさそうだよね。今日から攻める。あ、ここあれか。お、あいつがいる、あいつがいる。いたところで、あとなんか仲間にできるやついなかったっけ。庭園。あ、こいつこいつこいつ、ラビットだ。メタルブラックの基地を探索中、ついてきてくれ。よし、メカ。メカ全員にすると変身できるからね。ただ、装備できるもんがないから、ちょっと弱い。一旦置いとこう。またいるのか。何人出入りしてんだ。お、こいつが出てってる。これなんか抜け道って書いてあるんだよね。あ、でもこっからダンジョンにはなるのか。もうどれくらいの長さだったかとかはさすがに覚えてないかな。ただ金、金は今欲しい。まだまだ鍛える余地はあるから。金300円。庭があるんだけど、え普通になんか栽培されてる術種。こっち行けねえし。最高傷くすね。キロンハウンド44か。まあまあだけどな。てか対装甲ロケットいつ手に入れたんだ。わかんないけど持ってんだけど。麻薬製造釜、ここを爆破しよう。どうやって、なんか仕掛けてんのか、爆弾でも。よし、準備完了。え、ちょ待って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 、なに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 、めっちゃチッチ言ってんだけど。でもなんか出てないしね、秒数みたいなのが。え、戻んのこれ。こっから出るとメタルブラックがいるんだっけ。そのまま戦闘になってるし。我が基地を破壊するとは見事。いいだろう、ロザリオインテル。でもう一回マグニファイ早々にぶっ放そう、余裕があるときに。でゲンさんは、まあ、逆風とベアクラッシュも覚えたんだよね。どっちがいいんだよな。まあベアクラッシュにしとこう。で兄がちょっとないんだよな。逆風か、破壊光線8000。月いいね、火力は悪くない。でロザリオでしょ。あれマグニファイ使うと破壊光線まで使えなくなるんだけど、ひどくない。こっちのマグニファイはあるけどさ、これ前段なくなるっていうか、なくなってはないよね。え、これだけ使えなくなると思ったらさ、破壊光線そのものも使えなくなるんだ、本体が。ちょ、ロケット弾でいいや。2個だけある。対装甲ロケット。やっぱ、アグニがちょっと、あ、集中練習しちゃった。火力が微妙になってきたんだよな。これは、どうだ ?2800。まあ、悪くない。今のところ、やっぱね、全体攻撃してこなければ、全然なんとかなる。ロケットのあと1個で、ベア逆1200。弱っ、こいつ弱えな。シューザーの時とは大違いだ。メタルブラック吸収できんだけど。猛虎プログラムゲットした。猛虎プログラムってなんだっけ。武神の鎧持ってた、こいつ。倒すとメリットはかなりでかいな、メタルブラック。あんま強くなかったし。
ではメタルブラックを倒して現在四天王2人倒したところになるんですけれども、もうちょっと戦力強化を行いたいかな。まずゲンさんの技ポイントが69まで来てるんで、これ若津行けばもう70に上がって、清流島が取れると思いますので、まずは若津へ行きましょう。若津剣心の間流星島。じゃあ流星島はゲンさんに装備させて、でゲンさんの装備していたやつは双竜刀アニーに装備させましょう。であともう一つ玄馬を取りに行きたいんだよね、やっぱり刀的に、刀っていうか剣なので、カード集めをちょっとします。まあせっかく若津に来てるんで剣聖の間にも行きましょう。剣聖の間 OK、 カードゲット。カードを何も取ってないよね。あ、そっか、 IRPO も行かなきゃいけないんだ。でドラゴン倒せるくらいの実力がないとダメってことだね。じゃあ金4つ買ってノームのイベントやって、一応エミリアが仲間になる。ぜひ一緒に、あ、一応仲間にしないこともできるんだ。まあ連れて行こう。よし、これでカードもゲット。じゃあ酒を飲んでいきましょう。ここ結構厄介だよね、敵が強いから。さてこの状態で戦えるか。クラーケン消えたか思ってんな。マグニファイ連発していく。あ、メカは大丈夫。レッドがちょっとやべえ。これで一発で倒せねえ。終わった。いや、まだいける。全力でいこう。マグニファイ、こっちのマグニファイ、ほら7000。めんどくさかった。じゃあ IRPO 行く前に先にルミナスを攻略します。ルージュは仲間にしません。まあどっちでもいいんだけど、簡単な光の迷宮にしましょう。はい、 OK、 IRPO 盾のカードくれ。ヒューズ勝手についてくるかんね。まあちょっとドラゴン倒せるかだけ試します。勝負だ。まあ最悪ロボが全弾発射。ちょっとここでね、技を覚えたいのもあるんだよね。巻き打ちから濁流拳覚えて、濁流拳からムツキ山水に行けるらしいんだけど、ちょっと一回ミリオンダラやっとこう。でさすがにマジクニファイは早い、最初にしては早い。デュエルガンの長弾はちょっと黒竜に打っとこう。破壊個性弱え、石化しやがった。やばい、ちょっとこの戦いはまずいかもな。まだ火力が足りてない。全力でいこう。ミリオンダラも使う。うわ、破壊光線銃のマグニファイをちょっと攻撃竜に撃つ。アーニー頼む。7000。ガーゲンさんやられた。アーニーは大丈夫。これで赤倒せる。よし、もう一発打とう。もうこれはロザリオマグニファイ、これで決める。強いね、さすがに強い。ロザリオうち2500か。もう切り札は使い果たしたからね。治療パックで蘇らせるか。
ゲンさん、リフレクト。いやー、死んだ死んだけど、縦には打撃力覚えた。さあ、こっから宇月山水いけるか。まあ、レッドはロザリオがあるからね、ちょっと粘ってもらおう。石化ガス機関ロザリオ濁流拳、もうそろそろ死んでもおかしくない。ゲッ、杖。じゃあちょっと巻き打ち。レッドを回復させるか。3連携、これで決まりだ。4000、まあ5000近いか。まあ濁流拳覚えただけ収穫はありとしよう。宝を漁るロードスター、警戒石、ゴールデンフリース1000円、オクトパスボード、クリスナイフ。よし、そういえば兄はだったら双竜刀よりはロードスターの方がいいよね。51で、オクトパスボードを BJ に使おう。裏か、追加かって言ったらどっちがいいんだ。とりあえずどこにあるんだ。あった、オクトパスボード。ヒットポイント減るな、他のは増えるけど。追加は、あ、ヒットポイント減るのか。追加メモリーボードのヒットポイントの上昇量が結構すごいんだな。というわけで、てかオクトパスポートが多分ヒットポイント上がんないのか。まあ、筋力、運動性、知力、集中力は上がるから装備しておこう。で、猛虎プログラムが持ってるから、ちょ、タイガーランページは使えるんだよね。これでちょっと行ってみますか。で、別に朱雀は仲間にしないで朱雀を倒す。ロザリオ、てか覚えられるか、巻き打ちから。ちょっと反撃食らいそうだけど、濁流拳欲しいよな。マグニファイ1足りね、技ポイントが。あ、でも技ポイント回復させるプログラムを持たせた気がする。まあ、一発目は破壊光線でいこう。で、上段で濁流拳、まあ、覚えてほしい。グランドスパイクで400か、まあそこそこ食らうよね。うわ、ミスると食らわないんだ。ヒットポイントが減ってるんだよな。短期決戦でいいや、もう使っちゃおう、マグニファイで。アーグーニーの長男濁流拳、リーサルが欲しい今のところ。でももうまずこれ超強いんだけど。ファイアバリア死んだ、熱い。もう一発撃てるからね。てかもうレッドロザリオでいくか。マグニファイ長弾濁流拳、戦兵器レーザー、強すぎる。あれ、猛虎プログラム、そういえば全然活かしてなかったな。炎獣の皮、これ何のカードだっけ。なんか見た目忘れちゃった。盾か。さて、これで4枚揃って、かつ陰の資質もあるんで、呪術を求めてファシナトゥールへ行きましょう。一応これ聞いておいた方がいいのかな。ムスフェルニブル、呪術教えてくれ。テスナが拾えない。で、ファシナトゥールのゴサルスのところに行きますけど、別に呪術が欲しいわけではないので、ゲンマだけ買ってさよならします。
ゲンマ買う、公開はしない。じゃあゲンマも取ったんで帰りましょう。さよなら。というわけで戻ってきて、だいぶね、戦力の方も強化されましたので、今回はここで終了して、次回はまた四天王退治からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。